皆さんこんにちは、こんばんは、P0 です。今日はこちらね、タコムから発売された VK100-01P マムートです。アルミ方針が入った2 in 1キットとなります。お値段はご覧の通り。箱の側面ですね。それでは開封しましょう。中身を見てまいりますよ。ランナーはご覧の通りです。車体、履帯は軟質素材、アルミ方針、履帯用のピンですね、ポリキャップ、エッチングパーツ、デカール、取扱説明書。それではガムテとマジックでナンバリングをしておきます。次に車体写真と作業台をね、接続いたします。アダプタとガタ付きが出るので1ミリのプラ板を挟んでですね、左右の高さを合わせました。アダプターを置いて穴を開けるところに印をつけます。1ミリの穴を最初に開けてですね、2ミリ、3ミリと拡大していきます。アダプターを乗せて化粧ネジで留めておきます。車体内部の方には六角ナットでネジ止め、共回りを防止するための囲いを 2.5 ミリのプラ棒でつけておきます。ハンドルをつけてやることで作業時にね、車体を直に持つ回数が減るわけですよ。トラブルが減ります。そしてですね、いつでも取り外すことができるわけですね。さて、組み立てとなります。でまずは下回りの組み立て。サスペンションのパーツを作りますよ。同じ番号の同じ形のパーツは一気に接着します。流し込み SP ですね、これを採用しております。ギアボックスが前後についてるのかな。試作計画車両ですからね、デザイン面ではちょっと理解できない部分もあると思います。がっちりと接着しました。機動輪と同じ形で4個作ります。天輪には2種類ありました。同じ種類のものをランナーの状態で接着して組み立てをいたします。こうやることでね、ゲートの位置が同じ場所に来るわけで、まあ、処理も楽になるわけですね。内部にポリキャップを挟んで接着。一個一個回転可能ですし、スムースに回転します。ほとんど隠れて見えなくなる天輪ですけれども、でフェンダーを作ります。
なんとこのフェンダーの下にサスペンションがくっつく方式、これ驚きました。この車はですね変わっているなと思っていたんですけど、こういう方式だったわけですね。だからあんな特徴なんですね。シャシー側とフェンダー側からの2組のサスペンションが並ぶわけです。フェンダーの取り付けと履帯サスは同時の取り付けとなるわけで、これはね効率的かな。でも壊れた時どうするんでしょうね。はい、こうなると履帯はどうやって組み込むのか不思議にも思います。で、軟質素材の履帯は4枚付属しておりました。そのうち2枚で片方を構成するわけですね。端っこにピンを通す穴が開いていまして、これ長板方式でですね互いをつなぎ合わせるわけです。で、ここから履帯を取り付けていきます。機動輪とボディの隙間からベルトを押し込みます。機動輪のギアをかませて回転すると履帯をスルスルと送ることができます。最後は作業のしやすい位置でお互いの穴にピンを通して履帯を固定するということですね。取り付けが終わったら一回地面に置いて水平が取れるかどうかですね、変にガタつきが出ないかをチェックしました。このサスペンション、実はガンプラの旧キット関節と同じような構造の接着方式が取られています。時間が経つと接着剤が固着してしまう可能性があるわけですね。そんな懸念がございます。はい、今回どうやら無事のようでした。OVM の取り付けです。この戦車は大きいからなのか、ちょっと少ないスルッとした車体で、ジャッキもジャッキ台もそれから消火器もありません。いよいよエッチングパーツを使いますよ。保護フィルムを剥がします。瞬間接着剤を塗りつけて所定の位置に貼るだけ。今回は曲げ加工は必要ありませんでしたので楽に行いました。砲火の組み立てです。冒頭の回転部分の底面のところ、普通は穴が開いてるもんなんですけども、このキットは下面に接着する方式、穴がないんですよ。なるほど、合理的。これなら砲塔を左右に分割する必要が出ません。上、単純化ができます。しかしその分モールドは浅くなると思いますけれども、組み立ては単純化されますね。ザーコプフの取り付けとキュープラの取り付け、社長用のハッチはマルチのりでくっつけておきます。ハッチ類はすべてこのパターンで取り付けます。次にザーコプフの上にあるフックなんですけれども、これは 0.5 ミリの真鍮線に置き換えておきました。タミヤエッチングベンダーで曲げてコの字型にします。瞬間接着剤で接着。
エンジンのメンテナンスハッチの取っ手ですね、これも同様に行いました。曲げ幅はキットのものから写し取って曲げるといいかな。さてこのキットの問題点は、上面走行と車体の間に全く柱がないこと。押さえることでへこみます、歪みます。まるでね、一昔前のね、戦艦モデルと同じですね。ここはちょっと頑張って柱を立てましょう。内部にプラ棒を立ててですね、6本立てました。でプラ角棒を使っていますが、素材は何でもいいでしょう、ランナーでも結構だと思います。これで対策ができましたので、あとは走行の類を接着していきます。これだけ大きなパーツですので、角っこ同士のチリに隙間ができるわけですね。できるだけすり合わせをして接着をしておきました。次にこれヒートペンと言います。溶断跡、溶接跡を表現します。若干の隙間もあるところは、これで埋めたりもできますよ。上面を目立つので、溶かして穴埋めも行っておきました。継ぎ目を消したわけです。深さを調整するので、溶きパテを薄く塗布。で固まった次の日、スピンモールドでもう一回溶接後にグイグイと押し込み、モールドを追加しました。圧延鋼板の表現を行います。この方法はね、タミヤのプラセメントを塗りつけてスポンジなどで叩く、塗って叩く、これを繰り返します。ポンポンやって1日待ってですね、揮発成分がなくなったらね、整えてやります。ザウコプフは鋳造なのでヤスリは入れません。ちょっとだけ差をつけておきませんとね。本日はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。 See you next time.